はずき鬼の面をかけるとき人を呪わば穴ふたつって言葉があるだろう他人の殺生にかかわる願いにはそれなりの代償があるってもんさあんたにはその度胸があるのかいほう その目は本気みたいだね。瞳の奥の怒り、憎しみ、恨みが尋常じゃないよ。どれどれ、そのまなこからあんたの過去を読んでやろう。ははっははっははっはは。あんたみたいな人間、初めてだ。 そんなことがあったとはな。恨みが強すぎるとな。人も化け物に変わっちまうんだよ。わたしみたいにね。おもしろい。願いを叶えてやろう。大将ああ。まあ。いい。あとで考えるさ。さあ。 ついてきな禁断で芳じゅんな「世物へぐい」って言葉を知ってるかい人は死んだらよみの国へ行くよみの国にあるものを食べることそれがよも物へぐいだもし食べてしまったら 元の世界には二度と戻れない。この世とあの世の境目にいて引き返すことができてもだ。ヨミの国の食べ物はどんなものでも美味しいみたいだよ。辛さも苦味も塩辛さも水臭さも存在しないくらい微妙なんだ。 「うんそろそろおいとましないといけない」あ「ああそうかそれでは道中お気をつけて」ところでお嬢さん先ほどめしあがったリンゴのお味はどうだったかな?」「冷めない悪夢」 家に着くのは深夜の0時過ぎ最近は残業ばかりで寝不足気味ださっさとシャワーを浴びて泥のように眠るなんとか睡眠時間は取れているが嫌な夢ばかり見る誰かに刺される 親友と大喧嘩する車にひかれるおかげで眠れた心地がしないストレスでも溜まっているからこんな夢ばかり見るのだろうか私はいつもフラフラだ電車に乗っていても仕事をしていても家に帰ってきても朦朧としている ダメだ。集中できない。今日だって、ムカつく上司を階段から突き落とす夢を見た。いつもいつも仕事を多く振ってくるくせに態度だけは大きいんだ。自分ばかり楽しやがって。ついカッとなってしまった。<あ>待てよ。 周りがざわざわする」「悲鳴のような声も聞こえる」「夢のはずなのになかなかさめない」「これは」 むなんかじゃないまぎれもなくげんじつだ。